はい、ムツです。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。新しいドアノブをくださいと。おい、ウサギ、ガラスを切る道具を貸してくれ。何、万能カッター？万能カッターで、ただのカッターかよ。しかも小さいやつ。持ち物使うカッター。切れた。ああ、カッターも折れちまった。ありがとうございます。いや、くどいたらダメでしょう。一応ちょっと待って、どうなるかセーブして。2番、セーブしました。おゆきさん、海王星で別れてまたこうして会えるだなんて。あら、いけませんわ、そんなことなさっては。で、一応指輪見る。ん？マジで？おゆきさん、あなたをこんな目に遭わせた黒覆面の正体は誰なんですか？さあ、それはちょっと。え？早くこの部屋から出ましょう。一緒についてくれる？部屋を出て右にまっすぐ行くと出口です。どうもありがとうございました。ちょっと待って、本当に入り口にいる？あ、いる。あれ、戻ってきちゃったんですか？ちょっと確認しに来ただけだから。カッター、万能カッターやな。移動、中に入る。ドアノブ、新しいドアノブください。サンゴのノブってどこだっけ？サンゴ、違うような気がする。緑色、違う。違う。あ、万能カッターの後だ。なんか半分しか切れてないと思ったけど、半月に切れてる。右か。サンゴってサンゴ色って書いてなかったっけ？あ、違う。あら、戻ってきた。そしたら、ここ左か。
あ、違う、ダイヤって書いてある。サンゴ、サンゴ、もう一個さっきか、右。違う、サンゴ色って何色だよ。違う、ここはあの戦争のやつだろ。じゃあこっちか。移動、中に入る。お、弁天。ジャングルみたいな部屋だ。お、弁天様。話す前に弁天見る。草に絡まってる。弁天様、何遊んでるんです？てめえ、あたいが好きでこんなことやってると思うのか。結局何をしてるんです？見りゃわかんだろう。捕まってるんじゃねえか。なんで捕まってんの？何に捕まったんですか？この豆だよ、豆。豆のこと。この豆、何なんです？ドハツ豆ってんだよ。ドハツ豆？怒った紙の豆。ドハツ豆？怒りのエネルギーを吸収して空を飛ぶ豆なんだよ。どうやったら取れるんでしょうね。怒るのをやめりゃいいんだが。うん、やめればいいんじゃないの。何について怒ってんの。豆のことはともかくとして、誰に捕まったんですか。何でもいいから早く下ろしてくれよ。ダメか。素手じゃちげえな。やっぱまた道具か。あれ出れない。怒るのをやめたら降りられるんでしょ。うん。それがうまくいかねえんだよ。弁天様、この豆ちょっとやそっとじゃ取れませんよ。諸星、よく聞けよ。この豆には弱点があるんだ。弱点？非属性？非属性？何？弱点って何？弱点って何です？ドハツ豆はな、寒さに弱いんだ。氷でもドライアイスでもいいから、なんか冷たいもん持ってこい。はい、おゆくさん、おゆくさん、バク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 。あれ？戻ってきちゃったんですか？話す、おゆき。おゆきさん、どうしてここに？他のみんなが心配で。え？何かありましたか？おゆきさんがいる。待てよ、おゆきさんって確か雪女だったよな。話す。実はおゆきさん、弁天様がドハツ豆に絡まれて困っているんですか？まあ、なんてことでしょう。わかりましたわ。すぐ助けに参ります。うん、先に弁天の部屋に行っててくださいな。お願いします。弁天様の部屋は突き当たりの右の部屋です。一緒に行けばいいんじゃね。突き当たりの右、向こう、ここ。
弁天様、おゆきさんを呼びましたからもう大丈夫ですよ。うん、弁天、待たせてごめんなさい。少し冷たいけど我慢してね。ちょっと待て、おゆき。うわぁ、いやー、弁天様降りられてよかったですね。うん、うん、うん、なに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 、ジロジロ見てやがる。弁天様、今回の事件の犯人、黒覆面は誰なんですか？さあな、あたいはよく見なかったからな。ま、とにかく助けてもらった礼は言うぜ。はい、黒覆面来ました。西武新3番、くぐってみましょう。あの前に特に色は変わった様子はない。弁天様、こうしてまた会えるだなんて。てめえ、そんなことしてる場合じゃねえだろ。さっさとラムを探しに行きやがれ。調べる。特に色の変わった様子はない。おゆきさん、心配しましたよ。海王星でさらわれてしまって。てめえってやつは本当に見境のねえ野郎だな。旦那様、ラムちゃんを大切にしてあげてくださいな。ちょっと聞いただけじゃないですか。まあ一応何もなってないよね。はい、何もなってません。あ、戻れない。とにかくこっから出ようじゃねえか。おゆきさん、あなたをさらった黒覆面の正体に心当たりはないんですか？申し訳ありませんが、よく覚えていないものですから。全員調べくれてんな。あたいとおゆきは入り口から受けさせてもらうぜ。頑張りな。確認。よし、何もなってない。新しいドアノブください。おい、ルビーのノブだよ。ルビー、どうせすぐには助けられないでしょ。あ、こっちじゃない。もう一個先か、ここは。あれ？こっち右か？あれ？ウソバーク。あ、絶対ここだ。あれ？真珠？ん？真珠。あ、
中に入ってみましょう。あ、なんか物々しい部屋だな。檻になってる。檻。中にランちゃんがいる。うん。なんか右の鍵らしきものがある。話す。あら、ダーリン、助けに来てくれたの？もちろんさ。で？でもこの檻、どうしたら開くんだい？檻の脇にパネルがあるでしょ？パネル。なるほど。スイッチとパネルがあるぞ。そのパネルを操作してパスワードを入力すると檻が開くんですって。操作、え、ちょっと待って、操作する前にパスワードを。ダーリン、ランちゃんをここから出してね。きっとよ。パスワード。だってもう詳しいことはわからないの。でもこの部屋の扉に関係してる4文字の英語らしいわ。この部屋の扉に関係している4文字の英語？え？ま、マジで？4文字の英語？そんなんあったっけ？操作してみよう。あ、もうダメだ。もうわかんねえ。戻れない。どうもこのパスワードじゃないよ。4つ。ちょっと、もうちょっと。4文字の英語。この部屋の扉に関係している4文字の英語。 OK。 英語？ちょっともう一回入ろう。関係ない。話す。また次のノブはできとらんよ。違う、英語らしき、違う、そんなしない。ね、
戻ってきちゃったんですか？何かありましたか？ん？あ、そうそう、パスワード。おい、稲葉、ランちゃんの部屋のパスワード知らんか？パスワードですか？あれは確か宝石に関係した言葉だったような。宝石だって？誰か詳しい人がいませんかね？ん？いる、いる。じゃあな。この中にいる。あ、誕生石のこと。ねえねえ、誕生石のことをもっと詳しく知りたいな。特にルビーのことなんかさ。誕生石にはそれぞれ象徴となる意味があるのよ。ルビーなら7月の誕生石で、象徴する意味は愛という具合にね。L-O-V-E。 そうか、パスワードはラブだ。はい、ありがとうございました。 L-O-V-E。 あれ、違う違う、これじゃない。L-O-V-E L-O-V-E 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 L-L-O-V-E L-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 O L-O-V-E。Love and peace。はい。なんか元気ない。ダンちゃん、安心しておくれ。おゆきさんと弁天様は無事、この僕が助け出したよ。あら、そう。おゆきちゃんと弁天もさらわれてたのね。ところでランちゃん、君をさらったやつは例の黒覆面なのかい？ランちゃん、わかんない。それよりも早く逃げ出しましょう。口説きましょう、セーブしましょう。はい、3番。ランちゃん、君には暗い顔は似合わないよ。何考えとんねん、オンドレ、この大事な時に。すいません。ランちゃん、あら、ごめんなさい、ダーリン。でも私よりラムちゃんを大事にしてあげて。ん？ランがラムにアタルを譲ってる。なんかに変わった様子はない。よし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 。じゃあ移動しましょう。ランちゃん、おゆきちゃんたちのところに行くわね。ダーリン、助けてくれてありがとう。あれ、あれ下がりすぎた。戻ってきちゃったんですか？いや、下がりすぎただけだよ。こう後ろ向けないんだよ、稲葉。新しいドアノブください。緑、はい、エメラルドのノブだよ。
エメラルド？あ、絶対ここだ。あれ？行き過ぎた。後ろ。一応確認。ここだな。調べる。じゃあ使う。中に入る。なんだ。砂漠。砂漠。うん？そうだろう。あ。西。東、北、戻る、西、誰かいる。ああ、ついに幻覚が見え始めた。ん？幻覚じゃないぞ。あれはリュウちゃんだ。絶対お雪だよ。なぜ？あ、一応話せる？話せる状態じゃない。溶けるまで待つ。しかし、リュウちゃんをこんな目に遭わせたのはやはり黒覆面なのか。これだけ大きい氷だとなかなか溶けないな。何か道具を探した方がいいかもしれんな。はい、行きましょう。東、南、西、南、東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 、北、あれ、北、あ、テント。チェリー、何をやっとるんだ。おお、誰かと思えば諸星当たるではないか。妙なところで会うの。まあ一応見ましょう。チェリーだもんな。チェリー、お前どうやってここに入ったんだ。まあ、細かいことは気にするでない。ということで、この辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。